ネッタルーファの赤橋ハ,ハジロは、カモメカモカに分類される鳥類の一種。ブリテン諸島の個体群の現状は、よくわかっていないが、飼育下から逃げ出したり、人為的に包丁された個体が繁殖して、定着しているらしい。大陸から移動してくる個体もいる。イングランドでは、グロスターシャー、オックスフォードシャー、ノーサンプトンシャーで最も多く見られ、エセックスのアバートン貯水地にも時折野生の個体が、 訪れる。日本では稀な冬鳥として、本州、九州、先島諸島などで記録されている。1968年福井県で初めて記録されて、以来、記録数は増加しているがほとんどがオスの記録で、メスの記録はごくわずかである。日本は本来の渡りのルートから外れており、 飼育されている個体も少なくないことから飼育家の個体がカゴ抜けした可能性も指摘されている。体長約50センチメートル。鈴賀も赤の種の中では大型である。オスは丸みを帯びたオレンジ色の頭部、赤い口ばし、黒い胸部を持つ。脇は白く背部は茶色で、お葉は黒い。メスは主に薄茶で、背部と頭頂部は黒っぽく顔は白っぽい。繁殖期は、 低地の沼や湖に生息する。小さな群れを形成している。批判食期には大きな群れを作ることが多く、しばしば星葉ジロなど、鈴鹿も赤の他の種と、根群を形成する。ただし、日本へトライする個体は、ほとんどが単独での記録である。潜水もできるが、鈴鹿も赤の他の種よりも水中に首を突っ込んだり、逆立ちしたりして接触することが多い。 主に水草を食べる。繁殖形態は卵生。岸辺の植生の中に映像するが、水草の上に浮巣を作ることもある。一腹6から12個の薄緑色の卵を産む。放卵日数は26から28日である。ネッタルーファナ。ありがとうございます。